覚えているか？忍耐が何とやらを教えてくれたことを。無限先生の忍耐を見せてもらいますよ。マサル、余計なことは言うな。大事なことはこれからだ。昇様、無限先生、マサルさん、どうされたのですか？おいよ、余はお主と会えてどれだけ嬉しいことか。いい知らせがあるのですね。影様は倒されたのですね。残念だが、ことが大きく変わってしまったのだ。おいよ。失敗したのでございます、龍之介様。どういうことですか、おじ様。何をしているのですか。なすべきことですよ、マサル。はい、父上。無限、頼む、説明してくれ。できませぬ。すみませぬ。無限、どうして。龍之介。終わりだ、マサル、出発の準備をしろ。わかりました、父上。なぜ、なぜ殺す必要があったのか。どんな狂った頭をしているか。この今ある平和を世は好まぬ。我らは刀を持つ者だ。兄は盲目だ。お主たちも分かるはずであろう。武士は義務を負う。存在義務がなければ命にも意味はない。そして世の義務は日本を真の栄光へ導くこと。お主の義務は果たせぬようではないか。何ができる、何がお前の義務だ。別れだ、無限。もう会うことはない。アイコさんが遠くへ、どこへ連れて行かれちゃうの。これが裏切りの続きじゃな。上様のご子息に何をするつもりなんじゃ。無限、死なないでくれ。ここから出なければ。くそ、畜生。逃げる場所にいろよ。気をつけろ。壁は滑って登れない。くそ。仲間の誰も助けてはくれん。すげえさ、みんな。何もしてないで。担当は俺のものだ。杖はあり、足もある。弾薬がなければ無意味じゃ。すぐだから。まだ必要とされておる。戻ってこい、戻ってこい。下に岩棚がある。ダメ、出られない、バカ。クマ、よく来た。今放ってくれたのは何じゃの。弾薬の袋じゃ。ありがたいの。希望はまだあるかもしれんな。戻ってこい、戻ってこい。出番じゃ。ああ、急ぐべきじゃ。武
気がなければ何もできまい。よし、行くんじゃ。危なかったな。すげえ寒いな。あまり賢くはないようだな。無駄にする時間などない。そうだな。早く刀を収めるぞ。できないぞ。何か考えはないか。待っても無駄だな。気をそらさないと。すげえ寒いな。誰か逃げたぞ。出口を守れ。牢屋から離れるな。動くぞ。そうだな。忍び足。危なかったな。それはできない。何か考えはないか。今の誰も助けてはくれん。人殺しのアッパ、別なやつだ。はい、ここよ。おそらく出番じゃ。
行け。よし、行くんじゃ。肋骨にしみる出番じゃ。敵があちこちにいる。幼児隠れの術、素早く。痛い。やめろよ。交戦中。警報だ。今のは。危なかったな。俺が音を立てる。くそ、何か考えはないか。いや、俺の手でやっつけてやる。今のは危険法だ。誰か逃げたよ。探すんだ。危なかったな。はい、ここよ。見ろ、見回りがあちこちに。忍びだ。幼児隠れの術、ゾウ。誰だ。何でもないな。もうすぐだ。武器は使わん。幼児隠れの術、移動中。姿を見せ、素早く。刀を収めるぞ。動くぞ。大術。一発だ。終わりだ。よし、急ごう。見張りがあたりを回って独房を確認して。危なかったな。よし、急ごう。見張りがあたりを回って独房を確認している。移動中。行くぞ。道を探さなければ。迅速に動け。武器は使わん。あれは何だ。
が移動中痛いな茂みなんかカモフラージュにならないぞ誰かいるのか近道を探そう張ってるのか何もしてないではありませんか消えない寒い できん何もないな俺が音を立てるなんてことはないお願いだもうすぐ警報だ！行くぞ！移動中。素早く！一撃で伸びちまった。茂みなんかカモフラージュにならないぞ。ここにいるのは分かってるんだ。危なかったな。迅速に動け警報だ誰か逃げたぞ出口を守れ牢屋から離れるな今日おめえ正々堂々と戦え人を打つ方あれは何だ、はい、やっちまえくそどうやって終わりだあぶなかったな近道を探そう早く何か考えはないか行くぞ素早くすぐだ素早く気をそらさないと ここは危険だ武器は使わん忍び足消えない気をそらさないとそうだなミュウおっと紛らわしい風だ俺が音を立てる今の音は何だ何でもないなすげえ寒いな幼児隠れの術ミュウおっと風気をそらさないと時間がいるまだだ幼児隠れの術姿を見せろこのふぬけが誰か逃げたぞ！しまえ！